は助産師のみぎさんです。今日はみぎさんの、子育ての体験の話をしたいと思います。私は2人の男の子の母なんですけれども、今は大学生になって2人とも元気に学校に行ってるんですが、長男が学校に行けなかった時期があってとても悩んだ時がありました。でその時に一緒に悩んだ時期を過ごしたのがひまわり母ちゃんの作者のかなさんです。今日はかなさんをお迎えして一緒に子育てのお話をしたいと思います。かなさん、はい、こんにちは。こんにちは。不登校で悩んだ時期を過ごした仲間です。はい、なんか変ですね。なんかちょっと足崩してちょっと今日フリートークできたらなと思って、はい、今日呼んでもらえて、まあ、すごい嬉しかったんですけど、いやー、不登校にならなかったら私多分絵を描いてないです。なのでなんか不登校ってなんか奥深いものがあるのかなって思ってます。今日はカメラマンも、お母さんなんでちょっと普段の感じで話にフリートークでいきたいと思います。まず学校に2人ともね行けなくなったきっかけっていうのが、まず私がね話しさせてもらうと、私の息子はすごく元気で、まあ、やんちゃな子だって、感情もとっても豊かな子だったんですけど、1年生2年生の時にはもう元気いっぱい、うん、で時々ちょっと怒ったら暴れちゃうようなエネルギッシュな子だったんですけど、3年生の時に担任の先生、との関係かちょっと分かんないんですけど、学級崩壊でその時にちょっと学校の先生に反抗をして先生を叩いちゃったとかいうようなことで、私も学校に呼び出されて、なんかこう先生とお話しして、私がすいませんすいませんって言ってるのを見て、なんかもういい子にしなきゃみたいな感じになって、そこから4年生5年生とずっといい子になろうとして、で中学校1年2年の初めにはもう息切れしてしまって、それで行けなくなったんですけど、で4年生5年生の頃は時々お腹が痛いとか頭が痛いとか言って、まあちょっとしんどいのかなって思いながら、でもやっぱり学校に行ってほしくて、いやそんなんちょっと行きたくないだけなんちゃうとか、ほんまにお腹痛いんとか言って、こう無理に学校に行かしたり、でも行って結局また保健室で休んでたりとかいう日々があったので、もう中学校の2年生で行けなくなった時にはとうとうこの日が来てしまったって思ったんですけど、でもやっぱりその子供の将来のことを思うと、この後学校に行けなくなる、高校に行けなくなるんじゃないかなっていう思いで、もうとにかく学校に足を踏み入れてほしい、もう一日でもいいからとにかく学校行ってほしいっていう子供のことを思うばっかりで、でも子供の気持ちとか子供の体の状態とか、そこを本当に理解できなかったんだなって今は思うんですけど、かなさんはどうでした？いやー、私も同じ感じですね。3、4年生ぐらいからちょっとなんか急に玄関で座り込んで、ちょうど私4人子供がいるんですけど、4人目産んで退院して2週間後ぐらいに学校の準備はして普通に出ようとして玄関でプチって止まって、でその時はどうしたんみたいな感じで聞いたら、なんかちょっと嫌がらせがあるっていうのを打ち明けてくれて、でそれまでこうずっとやっぱ私もどんどんお腹が大きくなるし、多分言えんかったんやろうなと思って、でまあ一応、まあ、そのことを学校に伝えて、でまあそのやってくるちょっかいかけとった子が先生と一緒に謝りに来るみたいな、そういうのがあって、でまあその後なんか同じく学級崩壊みたいなにもなってて、でそれぐらいからなんかどんどん元気がなくなってきて、
で私もなんか学校に行かせることばっかり考えてて、である時なんかもう家にいるのもちょっとしんどいなって思った時期があって、でちょっと働きに出た時が、パートに出た時があって、でその何ヶ月後かに本当にピタッと足が止まって学校に行かなくなって、で私が仕事から帰ったらなんかもう泣きながらご飯を食べるっていう感じをこの目の当たりにしてしまって、私まだちょっとこれ働いとる場合じゃないなって思って、でなんかこう向き合うようになったというか、でそれが長男なので、なんだその下の子に降りてくるから4人全員家にいる状態っていう感じになって、なんかその不登校ってなんか子育てをこうなんていうか全否定されたような気分になって、でなんか私が悪い、私の育て方が悪かったの負のループに落ちていってしまって、でそこからこう抜け出せないんですよね、もうそのループで。だから行かせることを明日どうするとか、もう子供はもう行きたくないっていう選択をしてるのに、親のエゴで行かせよう行かせようばっかりしてて、でなんかそうしているうちになんかこっちもこう慣れてくるんですかね、なんかこう受け入れ、もう受け入れざるを得ない状況になって、まあ、ある時、まあ、その学校は、まあ、学級崩壊もしてたし、もう行けなくなったし、じゃあ、先生もなんかこれちょっと言っていいのか教育委員会のやり方なのか、全員こうバーンってこう移動になって頼れる先生がいなくなった状態になって、でその時に家族で話し合って転校しようってなって、で、まあ、転校して最初ちょっと行って、で当時出会った先生がこう学校から、夕方勉強教えに来てくれたりとかしてて、でちょっとずつこう夕方登校とかもできるようになって、でその頃に私が絵を描くようになって、そのチョークアートっていうものに出会って、まあそっから5年6年ぐらいで今に至ってるんですけど、なんかこう絵にはそれなりのお母さんの感情だったり気持ちだったりとかっていう思いがあって、だからああいうひまわり母ちゃんみたいなのができたんですけど、だから不登校ってなんか子供なりの訴えないんやろうな、なんかちょっとおかしいんやみたいな、その言葉でこう小学生の子供がそんなこうきっちりした言葉で並べてこう訴えれるわけじゃないので、だからもう体でお腹が痛いとか、だから行きたくないからいろんな理由を言うんですよ、嘘をついて。でもだからそれぐらい行きたくない、戦場に行ってくるっていうぐらい言って出よったので、だからそれぐらいの現場やったよなと思って、子供にしたら過酷で、で大人にしたらもうただずる休みとか将来だとか、でもそんなん全然関係なくて、なんか今を生きとる象徴なんやな子供はって思って、だから今その長男でこういろいろな経験をさせてもらったから、下3人が育てやすくなりますね。で下の子たちもまあいかんっていう選択をまたしおるんですけど、まあ行こうと思ったら自分で行くって言って、今日どうするかっていうのを決めて行く、今日は何時までは行く、まあそんな毎日を今は過ごしてます。まあでも当時はね、なんか舞鶴でそのね、十人十色っていうこの不登校のお母さんの集まりが、まあ美希さんと私と志田さんと田中さんとこう4人でできて、今もね継続してて不登校のお母さんたちが何十人って集まったりとかして、こう気持ちを共有したりしてるんですけど、なんか駆け込み寺みたいな感じですよね最初。もうなんか その時にやっぱこう涙するお母さんもたくさんいる、もう打ち明けてみたいな、まあ当初私もそうでしたけど。
がき苦しんで、まあそう、そんなそうも言ってられんね、働き詰めでっていうお母さんもたくさんいるとは思うんだけど、やっぱ子供って何かしらのサインを出してくるんやなと思って、それをやっぱりキャッチできんかったら、なんか後に大変なことになるんちゃうかなと思って、やっぱ海として出たりとか、つまずくなら早い方がいいよね、そのつまずいていいんやでっていう、その受け入れがね、できるまで の、 その母親の体制がなかなかなんですけど、やっぱ世間の目やったり、言ってないどうなんやったり、なんかそういうツッコミもあるんでね、こう周りから自分あのまた違う外部のツッコミがちょいちょいあって、それをこう耐えてこう生きんなので、お母さんたちがそれもまた過酷ですよね。でその敏感になってるのに、あの余計そういう言葉をこう浴びせられると、どん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 こう、なんか普通ってなんやろって、ね、みんな自分が普通やと思ったら大間違いなんでね。その初めね、その高校って全日制しかないんやって思ってたから、通信制とか定時制とかがあるっていうのはちらっとは知ってたけど、なんかそういう選択っていうのをあまり考えられなくて、でも最終なんかあの通信制高校っていうのがあるんだっていうのを知った時に、やっとこう子供がその子らしく通える場所がまだあるんだっていうので、すごい救われたなって。で子供もその通信制高校とその先生とか友達との出会いで、あのもうグダグダになってた自律神経がやっぱり3年4年かかって、もうようやくこう元気になってきて、でなんかその一緒に通信制高校に来てる子たちみんな似たような環境で、もうその血圧が低くて倒れちゃうとか、で中にはもう女の子も拒食症だったりリストカットしたりと か、なんかそういう、まあ、友達もいるんだけど、でもみんなやっぱり同じ苦しみ、こうなんか一緒になんかその戦場でね、あの仲間みたいな感じで一緒に育っていって、もうそれはその子供にとってもかけがえがないこう、ね、出会いやったし、で私もそういう中で、なんかいろんなことを、ね、体験させてもらって、もうなんか子供のおかげでなんか自分、親が自由になれたよね、反対を生きるみたいな感じですよね。生かせるじゃなしに、もうそのなんていう、行かないっていう選択肢っていうのをやっぱこの視野をこう親が開かないと子供窮屈になる一方だから、不登校っていう名前がダメですね。いや本当それ本当それ、あれなんで不登校って誰がつけたんですかね本当にね、子供の意思だよねすごい悪いことしたの、なんか不っていう言葉がなんかあんまりいい響きじゃないですよね。発達障害とかでもそうだけど、障害ってね、なんかそんな何でもかんでもこうそういう名前をつけてね、あれもなんかおかしいなと思うんですけど、変えてくれんかなと思いますねなんかなんかいっぱい普通じゃないとこにいっぱい名前つけて、でこういう病気だからとかこういう悪い方だからみたいなので、その個人を見るんじゃなくてね、なんかこの基準に合わない人はもう全部脱落者みたいな、そういう風に聞こえる表現だよね、なんかほんま、まあ、不登校に限らず、もうお母さんってほんま365日休みがないので、まあ、自分もお母さんになって初めて、いやお母さんってすごいなって昭和のお母さんなんかももうねもうみんなマリアさんちゃいます、もうすごい、だって子供のことを見ながら嫁姑さん、姑さんがいて、で春団地みたいなね、お父ちゃんお父さんがちゃぶ台返すのいやすごいなと思って、だってお母さんって
お母さんっていうさっきの話だけど着ぐるみ着てますよね、うん、私本名はあずきかなっていう名前なのに、あずきかなはどこ行ったんやろっていうぐらい、もうなんかすごい着ぐるみね、うん、何でしたっけ、12代バリのなんか着飾ってお母さんをなんか背負ってるみたいな、その子供に全エネルギーを注いでみたいな。いや別にそこまでする必要なかったんですけどね、あずきかなを生きればよかった、生きればよかったっていうか、なんか生きてなかったなっていうことになんかこう振り返ると気づいたみたいな感じよね。本当になんか外に出て時の自分の方が、あ、これが本来の自分なんやなって、なんか家になんか家で女優しとんちゃうかなっていうぐらい、なんかこれをしてあれをして洗濯してご飯作ってみたいな、なんかもうお母さん像は多分、うんうん、日本人のお母さん像っても出来上がってて、うん、それがみんなこう家族のために尽くすみたいな、うんうん、自分の時間は後回しで子供のため、夫のため、母のためみたいな、なんかそこから結構ね、うん、なんか染み込みすぎてるよねなんか、でもなんかそれをしなかったらなんか勝手に否定してるし、ね、だって上の代からずっと来てるもんだから、良き母、良き妻、うんうん、母とはこうあるべき、うん、妻とはこうあるべき、うん、それがもうお母さんたち元上の世代からずっと来てね、今の私たちがある、だからそのずっと来た常識をなんか子供らがこうぶち破ってるみたいな、そんな感じですね、学校行かんとか何でも、なんかこうあるべきっていうものを取ってもらったような感じはしますね。まあ、でもまだあるんでしょうね、家の中の。やっぱ最終家族なので、なんか結局そのお母さんが笑顔になるっていうのは、ほんま社会を救うとかもう地球救うとかっていうレベルになってきますよね。なんかほんまそれぐらい。でお母さんが沈んどると地球が沈むのと同じぐらい大げさな話、そういうのになってくると思う。あの家族全員が潰れるのでそうあので伝染するんで、あのいじめじゃないカーストなんで、何でもお母さんがもうブワーってこう抱えとらんと、あのなんていうんですか、子供たちまで食らう旦那もやっぱそこやっぱ心配になるやろうし、でお母さんがもうなんていうんですか、まあでもありますよね、お皿洗いながら涙出る時もあったりとか、それでもなんか耐え忍ぶお母さんたち、お母さんが笑顔になることがほんまに一番ですね、